ズベルトとチャーチルとスターリンが、ヤルタ会議の後3人で国会遊覧飛行に出かけた。飛び立って間もなく、悪魔がやってきて主翼に乗り、エンジンを壊し始めた。チャーチルが落ち着き払って説得にする。くん、その行為をやめてくれたら爵位を与えよう。しかし悪魔は聞く耳を持たない。ついでルーズベルトが悪魔に言った。おい君、やめてくれたらカリフォルニアに、好きなだけの農場とパッカードの新車をあげるよ。しかし、悪魔は壊し続ける。ここでスターリンがおもむろに叫んだ。おい貴様、すぐやめないとコルホーズにぶち込むぞ。悪魔は、それを聞いた途端飛び去って行った。